どうもこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。ラスカルでございます。はい。ということで、今日はですね、急なんですけれども、ツイッターで募集をしました。質問コーナーをやっていこうと思います。はい。もう動画を始めてから、かれこれ数年経つんですけれども、皆様のコメントの方で、あれはどうなの？こうなの？なんていうのを、言われることが多かったので、まあちょっとこの機会にということで質問コーナーをさせていただきたいと思います。ツイッターの方で質問内容を募集させていただきましたので、そちらの質問内容に沿って、質問コーナーを進めていきたいと思います。どうぞ。一番好きな食べ物は何ですか？これはですね、正直動画の頻度でもわかるように、僕は一番ラーメンが好きです。一番好きなラーメンの味は？いや、これがね、決めにくいんですよ。何でも好きで、基本的にはもちろん動画では二郎系とかも多いんですけど、それ以外にももちろん普通の醤油とか塩とか味噌とか大好きです。その淡麗から濃厚まで、問わずラーメンが僕は大好きです。今までの大食いで一番きつかった食材は？結構ね、大食いって言ってもいろいろきついのがあるんですけど、本当にキロ数が同じだから同じきつさとかではなくて、結構僕に関してはお米類とかパン類とか食材に水分の少ないものが、余計に多分お水が飲んじゃったりしてきついっていうのはありますね。以前その動画の方で、10キロの冷やしうどんみたいなのがあったんですけど、その撮影時期が真夏だったんですね。でも本当に食べ終わった後にもう体の芯から冷えちゃって震えが止まらなくて、もう終わった後もずっと鼻水が垂れるみたいな、そんな状態でめちゃめちゃきつかったです。撮影後は何か食べますか？基本的には食べないですね。食べないです。ただ家に帰ってきてから晩酌はもうワイワイするので、ビールとかはいただいて、おつまみなんか本当にちょこちょこザーサイとかメンマとか、ちょこちょことしたおつまみを買って食べて飲んでます。大食い以外の特技は？実はあんまり特技がなくて、僕も結構飽き性な性格なんで、好きなもんとか趣味みたいのはすぐ見つけるんですけども、すぐ飽きるっていう。はい。一日何食食べますか？1回の量はどれぐらい？はい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 、よいしょよいしょよいしょ。わかめスープでございます。はい。でもそんな感じで、僕は普段は別にそんなに撮影以外ではご飯ってあんまり食べなかったりとか、ちょこちょこつまむぐらいで、基本的にはあんなに量を食べることはあんまりないですね。大食いだと気づいたきっかけは？僕はもともと大食いっていうか、食べれるなって気づいたきっかけが、友人と、普通に友達のノリでチャレンジメニュー行ってみようよなんていうところから始まって、普通に友人と行ったんですけど、僕は普通にペロッと食べれて、友人は食べきれなかった。で、あれ？あいつより食えるなとか、人より食えるなって思ったきっかけはそこですね。自炊はしますか？自炊は、今はあんまりしてないです。昔はちょこちょことしてたんですけど、本当に今は夜飲むための、晩食のためのおつまみをちょこっと作るぐらいで、あと基本的にはしてないです。したら聞いてる皆さんもちょっと疲れてきたと思うので、ここで一旦 CM を挟みます。大好き。はい、すいません、お待たせしました。いやね、普段正直カメラに向かって喋ることがないので、ちょっと疲れたので一回休憩を挟みました。お待たせしました。じゃあそれではですね、次の質問に参りたいと思います。こんな大食いしてみたいってプランはありますか？やっぱり動画とかだけじゃなくてもいいんですけど、もともとね、大食いが好きでこうやって大食いの業界に入りたいなって思ったので、やっぱりこの競技としてというか、尊敬してる方とか、他の大食いの選手とかですね、一緒に戦ってみたりしたいなと思ってはいるので、そういった場が増えたりすればいいななんて考えていたり、あとは普通にその動画内でもね、コラボとかじゃないですけど、みんなと美味しく楽しく食べれたらそれでいいかなと僕は思っております。大食いの前日当日は何か調整しますか？大食いをする前日当日はですね、特に
何かするってことはないんですけど、まあ、気をつけてこう運動をするとか、まあ、そういったことは心がけてはいますね。あとやっぱりですね、その睡眠って結構大事で、あの睡眠不足だったりすると量を食べれなかったりとか苦しくなるのが早かったりするんで、僕はできる限り、量が多い時とかは、まあ、そういったコンディションを整えて、まあ、挑んだりはしております。フードファイターになりたいんですが、どんな特訓をしていますか？まあ、さっきもお話ししたように、その前日とかは寝たりとかはしますけど、まあね、そんなにこれだっていうことはあんまないかもしれないです。まあ、というよりも、やっぱり大食いとかっていうのは危険な部分もあるので、あまりこう無理なさらずに真似しないで、皆さんが楽しめる量でご飯を楽しんでいただければ一番いいと思いますので、まあ、そんな感じでね、無理せずご飯を楽しんでください。好きなバンドとかありますか？今は本当にですね、あまり時間がないというか、好きだ、このバンドが好きだって言えるほどこう熱意を持って聴いてるっていうバンドさんがいなくてですね、まあ、でも昔は、まあ、学生時代とかまあみんなこう趣味とかで、まあ、バンドとかもやってる中で僕もやってる時代はあって、その当時はマキシマムザホルモンさんとか、まあ、そういったバンドをコピーしたりとか、まあ、そういった曲調なんかも普段から聴、まあ、いてはいたので、ジャンルとしてはそんな感じが好きかなと。はい。最近の動画がワンパターンだ、いい加減にしろ。もうこれに関してはですね、本当に申し訳ございません。質問コーナーをしようとしたきっかけは、まあ、ちょっとね、今後活動の幅が広がりそうな、感じでして、今回みたいにね、動画内でお話しする機会とか、まあ、今までなかったようなそのテロップとか、なんかそういったですね、動画内での編集の仕方とか見せ方とかが、ちょっとずつですね、変わっていくかもしれないです。はい。で、まあ、もちろん今までみたいにね、無言で、美味しいものを食べたりとかっていうのはもちろん今まで通り活動していくんですけれども、それプラスアルファで何か面白いことができればと思って今試行錯誤をしている最中でございます。まあ、そういったですね、ご説明とか、まあ、こういった話す動画のきっかけということで、今回質問コーナーをさせていただきました。ということでですね、まあ、改めて喋って、まあ、他の、まあ、今までの動画でもちょこちょことナレーション入れたりはするんですけど、まあ、毎回思うのが、滑舌が絶望的すぎるっていうね。はい。まあ、ちょっと今後喋る動画とかもまたね、ちょっと聞き苦しいぐらいの滑舌で話してるかもしれないんですけど、まあ、今後とも、お付き合いいただければと思います。それでは長いお時間ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。じゃあ僕は続きのコーヒーを飲んで編集に戻りたいと思います。それではじゃあ